え皆さんこんにちはということでねえこれ産経のニュースですね産経ニュースですけどもねえこういうニュースがありましたえこれ13時間前の配信になってますけどもね「嵐コンサート」「会場に侵入容疑」「福岡え自称会社員の男逮捕」と。 ね、こういういのがありました、えー、嵐が来てますね今ね福岡ね、えー、来年末での活動休止を発表している人気アイドルグループ嵐のコンサート会場のヤフオクドーム今度ペイペイに変わりますけどもね、えー、ペイペイはね PP ですから、えーね、おちんちんドームということですね。えー PP、は おちんちんんですからね英語でねスラングでねスラングというかね、えー、子供に対して使う「ね、ピーピーというのはね「おちんちんですからね」えー、福岡市に侵入したとして、えー、福岡県警中央署は7日建造物侵入の疑いで自称宇都宮市の会社員の男26を現行犯逮捕したと。 ね、また宇都宮ですよ、ね、これ7日ですけどもね、えー、678とね、えー、嵐が、えー、このヤフオクドームでねコンサートをするらしいですけども、えー、ちょうどね今中村哲氏ね哲医師ねこの人が話題になってますけども。 えー、ちょうどね嵐が来る時来る前ですね、えー、これが話題になりましたあの、えー、12月4日にね、えー、発砲されてますから銃撃受けてますからまあ私はこれはね、えー、シナリオと思ってますからね、えーまあ、その前に亡くなったのか、えー、どうか分かりませんけどもあの車のね、えー、フロントガラスのあのー ねえ、えー、穴が開いてましたけどもあの穴はねなんかちょっと角度がおかしいなと思いますね。えー、それからドライバーねこの何か一緒にいたドライバーが亡くなったという話でしたけどもこれ33歳でしたからねえちょっとおかしいなと思いますね。うん えー、そしてタイミングよくね、えー、中曽根の6日後とかねこういうふうになくなってるわけですねなくなったという話になってます中曽根、えー、安い色がなくなってからね6日後とそして中がつながってますからね、えー、怪しいと思ってますけどもこちらはね、えー、宇都宮市ですね。 宇都宮といえばね今ずっと茨城とか栃木で地震が起きてますあの人工地震ね、えー、これの意味があると思いますね、えー、一応読みましょうねえー、逮捕容疑は、えー、7日あねここ見てください午後3時半ですからこういうのも33ですよね3時半っていうのはね33、えー、になりますからね えーサンサンね、フリーメイソンリーの三三ヤフオクドーム内に侵入したとしている、えー、道書によると当時はコンサートの開演前で、えー、会場設置スタッフの男性が観客席にいた男を発見チケットを持っておらず凶器となるような危険な所持品もなかったと男はスタッフに対して コンサートに関係する会社名を名乗ったが、えー、身分証などを所持しておらず不審に思ったスタッフが110番通報した会場前の様子を見たかったと容疑を認めていると、ね、7日の事件でしたね。うん、えっ、ー、とどっかにね名前も出てたと思うんですけどもこれにはちょっと名前が出てませんね産経にはね。 えー、他のやつには出てました、えー、こちらはね、えー、毎日の方ですね、えー、同じように書いてますけども、ねええー、ここには名前が書いてますね宇都宮市石井町ですから石井町かな石井町かの会社員。 を自称する、えー、菊池俊成ですよねえ、えー、菊池な成容疑者菊池といえばどうでしょう熊本ですかね菊池ですかねこれ菊池と成ですかね菊池ですかねねえうんまあこれがね、えー、また後で絡んでくるのではないかと。 あいいう,うに思いましたねどうなんでしょうねもう終わったんですかねこれが、うん、これから先つながるのか、えー、この菊池利成に関するねなり、えー、はね、えー、成りつながりですよねこれ菊,地菊池かな菊池かなうん 88米の88がありますねそしてね、うん、菊池桃子と関係してますかねわ、えー、かりませんけども、うんまあ、ということでね、えー、とりあえず宇都宮が出てるということで、えー、これからもね、えー、宇都宮の方はね人工地震に気をつけた方がいいということですねということで え高橋も出てますからねあの HDD のね、えー、ブロードリンクっていうとこですか会社のね HDD の問題が出てますけども、えー、窃盗かなんかですかねあれねえー、ということで終わりたいと思います高橋は三十三数比ですからね、えー、この後にまたやらせが続いてくると思いますから。 ね、皆さん騙されないように。ということで、えー、終わりたいと思います。それではまた